ジャニーズ界の激震。飛べに移籍した平野潮と神宮寺雄太に巻き起こったファン騒動。東米ーエ・ゼ a 0 2の世を死とファンの激動。ジャニーズ界に衝撃が走った。滝沢秀明氏が主催するプロダクション、飛べに元キング、リンチェの平野潮と神宮寺雄太が移籍したタッ しかし、その遺跡発表を機に、ファンたちの間で激しい論争が巻き起こった。7月6日、トベの公式ツイッターと YouTube に二人と告示したシルエットの動画がアップされ、トベッチョン DNA02 がツイッターのトレンド1位に躍り出る。 これにより、ファンたちの期待と興奮が最高潮に達したが、一方で一部のジャニーズ事務所のファンは異なる感情を抱いていた。彼らは平野と神宮寺を裏切り者と呼び、激しい言葉の応酬が始まった。反応の分かれるトレンド、平野潮 VS とベッチョン d u a 0 2ファンの中には、 ジャニーズとキンプリから出て行った平野をもう応援しないといったコメントが相次ぎ、ジャニーズ事務所を退所した二人に対する不満や失望の声が広がった。しかし、注目すべきは、これらの非難の中にも、平野の仕様、と、べティょン DNA02 のハッシュタグが添えられていたことだ。もともとは、キンプリのファンとして知られるティアラたちが、 平野と神宮寺を応援する姿勢を見せていたのだ。ワイドショーデスクによると、見ていて楽しい投稿ではありませんでしたが、7月2日に飛べ遺跡第1号を発表した三宅県の動画がコケタゴなので、本命である平野と神宮寺の遺跡発表前の EPR にはなったんじゃないでしょうか、との見解がある。 三宅県の遺跡が振るわなかったことが、平野と神宮寺の遺跡に対するファンの反応に影響を与えたようだ。戸辺の先陣を切る平野市王と神宮寺勇うた。平野と神宮寺は、ジャニーズ事務所を離れ、戸部に新たな挑戦を求めた。滝沢秀明氏の下での活動が注目され、特に平野はエンターテイナーとしての海外デビューを目指していると言われている。 ジャニーズ事務所から抜け出し、新たな舞台での成功を夢見る彼らにとって、渡べは未知の可能性と新たな挑戦の場である。戸部遺跡の舞台裏、滝沢秀明との信頼関係。滝沢秀明氏との信頼関係が、平野と神宮寺が戸部に遺跡する決定的な要因となった。 トベは滝沢氏が率いる新しいプロダクションであり、その背後にはジャニーズの伝説が息づいている。ジャニーズ事務所を離れ、新たな道を歩むことになった二人が、トベという新しいプロダクションでどのように活躍していくのか、多くのファンが注目している。ファンの反応、裏切りと期待が入り込んじる感情。ジャニーズ事務所のファンたちは、 平野と人流寺の遺跡に対して二極化した反応を見せている。一方で、裏切り者との非難の声が上がる中、もう一方では新たな挑戦への期待や応援の声が広がっている。戸部に対する信頼と、ジャニーズという枠を超えた新たな可能性への期待が、ファンの間で入り混じった複雑な感情を生んでいる。 ジャニオタの口汚い場外乱闘、熱狂と対立の過中。ファンたちの反応が激化する中、SNS 上で口汚い言葉を交えた応酬が勃発している。ジャニオタたちの熱狂と対立が入り混じり、一部のファン同士で激しい争いが続いている。平和なファンコミュニティから一変し、ジャニーズ界に亀裂が入った様相だ。 戸べの未来と平野神宮寺の挑戦。戸べに移籍した平野氏要と神宮寺雄太の決断は、ジャニーズ界に大きな波紋を広げた。ジャニーズ事務所を離れ、新たな舞台での挑戦を選んだ彼らの未来には多くの期待と不安が入り混じっている。一方で、 トベは滝沢秀明氏の手腕が問われる場でもあり、ジャニーズとは異なる道を歩む新たなエンターテイナーたちがどのように躍進していくのか、今後の展開が注目される。トベチョン d ゼロ0 2の舞台裏に隠されたストーリーと、ジャニオタたちの激しい論争が、ジャニーズファンを新たな展開に引き込んでいる。平野と神龍寺の新たな挑戦と、 トベがジャニーズ界にもたらす可能性に期待と興奮が渦巻いている。